とうございます。今日は人生初の結婚式に行ってきたよ。寝癖がひどすぎてとりあえずお風呂、綺麗なツルツルな服を探す、引っ張り出して顔面工事も完了。パパも緊張してるご様子。式場到着。てか親族って待ち時間長すぎ。控室でオレンジジュースでも飲む。水も流れてて素敵空間。やっとこ披露宴開始兄夫婦にラブ注入してから、こちらはアルコール注入。パパにもどうぞ。幸せ空間の酒はうまい。料理はソースがおしゃれ。丸いパンも美味しいのよ。さすがに3回おかわりした。てかこのお肉めっちゃうまいの。案の定飲みすぎて翌日は使い物になりません。顔面は自主規制。